私を突き動かすのは、蹂躙。すなわち命の暴食。その衝動は誰にも止められはしない。このジュリアを縛ろうという思いを抱かぬ限り、あなたのそばに居ましょう。明け方から鍛錬か。力を求める姿勢、悪くはない。私を高めるため、手合わせ願おう。 引き受けますよね。無意味な役目に縛られ、己の望みに蓋をする生き方。<laughs> 自分の人生を放棄してまで得られるものはないのに。食事、すなわち戦いへの備え。栄養管理は当たり前のこと。脆弱なるものは他者に蹂躙される定めでしょう。 器の盾、そう呼ばれていたこともあります。エンメルを守る役目に命を懸けていました。理解し難いな。私を縛る者、すなわち蹂躙すべき者、だというのに、かつての私には心を寄せる存在がいました。 恋心とやらは人を惑わし、望みの妨げとなるもの。捨てなければならない、己を縛る思いこそ。我が望みのため、他者を蹂躙する。すなわち私の存在意義。それを成すには、誰をも凌駕する力が必要です。誰にも私の邪魔をさせないために。放置。 すなわち解放。無意の上。満たすとしましょう。妨げとなるなら、あなたをも蹂躙するかもしれませんね。恋か。私には遠い。歌方の夢のようなもの。未知なるもの。すなわち、可能性秘めしもの。そばにいれば、 さらに力を得られるかもしれません。すべてを蹂躙する、悪なき暴食を満たすための強さを。装備は最低限でいい。好み、すなわち武器。ですから。我が傷跡、すなわち、強さを絶望した証。成長、すなわち、食らう命が増える。 足りない。もっと強い力を。すべてを蹂躙してみせましょう。はっ,ふっはっはっさようなら。目障りです。喰らい尽くす。占領ですね。殺します。我が罪の命じるままに。会わせてください。愛のない。無駄なことを。助かりました。 <laughs> ううまだ残っているのに。<laughs> 勝利、すなわち強者の証。何も驚くことはありません。私に歯向かう。すなわち、蹂躙の霊名です。ねえ、いいですかあなた、いいのでは憎くてたまらない。やめろ。 ああ、もう、どうして <laughs> 気分がいい。素晴らしい。は嫌だ。礼を言う。悪かった。面白い。私はおかしくなったのか。懐かしい感覚です。